さあ今回も始めていきましょう。今回は8ロックス動画ですね。8ロックスなんてまあ見なくなって久しいんですけど、リワークで別チャンプになったらしい。この8ロックス使っていきます。キーストーンがプレスアタックですね。で他が波動でサードのインパクトで突っ込んで火力を上げようと。ただこれ後々調べた感じ、リーサルテンポでも良さそうでしたね。その友達にやってもらってそれを観戦してたんですけど、まあウルトからの攻撃速度が上がるのでリーサルテンポの方がもしかしたらいいかもしれません。でそもそも8ロックスのスキルを知らない人がすごい多そうな気がしますんで、一応解説しておきます。今このペランペラン言ってるのが W ですね。でこの W がモードチェンジ式なんですけど、この紫色の状態で攻撃して3回目の攻撃がまあ強くなる。で赤い状態だと3回目の攻撃がライフスティールになる。そういう感じですね。なので切り替え式の3発目が強くなるチャンプだから、誰だジャックスとかみたいな感覚で使ってあげるといいと思います。だから3回目が強くなるならプレスアタックちょうどいいんじゃねっていう感覚でやってるんですけど、確かプレスアタックがあれですよね、3回攻撃した後の4発目が確か適用されるようになったはずなので、今はもしかしたらあんまり相性良くないかもしれませんね。さあ対面はイラオイですね。でイラオイ戦で注意すべきことはやっぱ E の引っこ抜きに当たらないこと。ただ今回イラオイ見た通り、あまだ見えないかな、そろそろ相手がスキル振ると思うんですけど、 W 上げなんですよね。最近のイラオイ流行ってるらしいんですけど、ただ初手 W 上げならこれレベル2でいけるやろうなって思ってここら辺は動いてます。確かはいレベル2で木を取ってそのまま殴り続ける。殴って殴ってフラッシュインからの A キルと。もう使ってて個人的に思ったことは、これ以外に勝ち筋がないんですよね。レベル2でキルを取らないと連戦で優位を取ることができない、そんな気がします。なのでそれまでに体力調整してうまいこと突っ込んでキルを取りたいですね。ここら辺は地味な戦が続きますんで、あ、E 当たっちゃってますね。 E を当たると本当にね一気にきつくなりますので、イラオイの E には気をつけましょう。バーバー言ってる。ここら辺もなんかジャングラーが空気入るのそんなに、まあでもトップ側にいいのかな、なかったのでね。また E 当たってる。あれにだけ当たんなければいいんですよね。なので触手を壊すときとかは本当に注意しないといけません。触手は大抵あのミニオンのレーンの横の方にあるのでミニオンが壁にならないんですよね。そのタイミングで大抵のイラオイは E を打ってくるので、その時にケツを振ってなんとか避けるといった形でしょうか。モッドが激しいな。トップがね非常に地味なんですよね今回。僕がトップレーンがメインじゃないこともあってあんまりアクションが起こせなかったと思いますね。ひたすらワイワイと。そうでリメイクされて別チャンプになったらしいって言ったんですけど、そうなんですね。僕始めたのがちょうど1年前ぐらいだったんで、始めて1年だってやっと8ロックス使ったかなぐらいだったので、まだ全然ね知識がなかった。前の8ロックスとか全然知らないです。なので今を知っていきましょう。さあ戻りました。あーいい当たってる。当たってミニオンにめちゃくちゃ減らされてるんですよねバリ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 って。そんなの関係ないと。で相手がマナチャンピオンなこともあって、でこっちがサステイン高いチャンピオンかつマナがないチャンピオンなので結構持久戦でいけるんですよね。イラオイが E やら Q やらを打ちまくると割とマナが早めに減るんですよ。イラオイって僕ちょっと使ってたの分かるんですけど、なので割と持久戦目な気持ちで来まして、はい、こ抜かれてからのこれウルトが痛いが、こっちもウルトで大虐殺と。
まあ、これはガンク来てくれたから突っ込んだみたいなところありますね。でも 1V1 でも勝てそうだよな、もうそれぐらいだと。でプッシュ手伝ってくれて、うん、帰るのかな。ナイスガンクですね今のは。逆にジャングラーさんいてくれると非常にありがたい。来てほしいタイミングで来ると。ここで TP 来たので、タコラサッサじゃなかった気がするな。装備が今のところヴァンパイアセプターと忍者旅、まあイラワイが AD なので一応忍者旅を履いて耐久力を高めて。このエイトロックスというキャラが非常に柔らかいのでね、ドッグレーンで戦うのは柔らかすぎるので引っ張られてる。今のいけたかな。あ、そうだ、マスタリーの映画の一番下のところも一番右でいいと思います。あのヘルスが減ってる、自分のヘルスが減ってると与えるダメージが上がるみたいなやつだったと思うんですけど、多分それの方が激しく出ると思いますので、それがおすすめだと思います。で今回ボットの2人がプリムかな。そうですね。でベインが、こっちのベインが、味方のベインが前回安尾でジェイスにボコボコにされてた彼ですね。今回は汚名返上となるのか。でジャンナはまあプリメですね。それをよしとしましょう。どんどん勝っていきましょう。ザクザクザクと。お、これは殺しに行くのか。相手が E を外したタイミングで突っ込んでいく。 E のクールダウンが意外と長いので、そこをねやっぱり見て、あ、相手戻ってこなくてよかったんじゃないかっていう、ウルトあれば殺せるだろう読みでね来たんでしょう。でこのままトップを折り切りますでしょう。まあ3キル差ついちゃえばね、もう盤石でしょう。トップのワンデーワンがもうイラオイとタイマーでは負けないっていう気持ちでやってたはずです。ミッドのベイガーがねちょっと育っちゃってるんで、ね、ちょっとバーストチャンバー怖いんですよね、このエイトロックスというか。あーっとボットに TP していく。しっかりとマップを見てました僕。しかし突っ込んだ割には何もできてない感はありますが、まあベインの後押しをできたということで良しとしましょう。でこのままイラオイそんなにプッシュしたくないだろうなっていう心理を読み切ってのドラゴンだった気がします。まあウェーブも今いい感じだったので、もうワンウェーブ来てくれるし、しかもフェイトがフォローに、トップのレーンのフォローに回ってくれたので、そのままいけるじゃろうといった形でしたね。いや すごいチームのように動いてますね、ノラの形の趣味。でこのままミッドのカバーに入るのかな。俺はミッドの CS を食ってリコールといった形でしょうか。装備はしょって、これは冒険ですね。ちゃんとした名前は忘れましたが、まあ、ライフスティール増えて AS 増えて、で割合ダメージももらえると、積むほかないでしょう。おーっとびっくりした。自分の勝った練習にちょっと驚いてしまいました。ただ思ったよりやっぱ CS はつけられてないですね。 CS を取るのに慣れてない感がすごいですね。バーンバーン。あ、それとも相手のイラオイがしっかり、相手のイラオイがうまい説もあるかもしれませんね。いやでも全体の CS 見てそれはなんか、ボットもボットも結構取ってるもんね。そうなんですよね、このチャンピオン、あのスタックが溜まった状態じゃないとパッシブが発動しないので、ベイガーみたいなワンコンドーンみたいなやつだとスタックが溜まりきる前にウルトでね持ってかれてしまうので、それがちょっと怖いですね。そして今コントロールワードがあったことを全く気づかないこのエイトロックス。ミッドアクションを起こしていくか。ここには自分もコントロールワードを置いて、こ
ここは俺は何がしたかったの、9で突っ込めたのではないでしょうか。多少ヘルスが削れるような場面だったような気もします。一体何をしてるんでしょうか。そして一般通過とお互いに取りにワードをさせていきます。あそこからの奇襲がよくあるので、やっぱりお互いブリンク持ちがいることを加味しての取りワードでしょうね。そしてここはいやな、これですね、やっぱりスタックがたまに切る前にヘルス半分以下になったらもうベイガに殺されるルートなので、まあ早めにリサージは積みたいですよね。逃げ切るかこれ。おーっとイラオイにキルが入る。そして危ない、ブレイブスおじいちゃんもギリギリ耐える。さあタワーダイブといった形か。いやそうではない。そしてジャーバン4のヘルスがミリになったところでグレブスおじさんが動く。さあウルトラドーンと、素晴らしいスナイプですね。さあここでカットが入りましたひたすらファームですね。 CS さ30ついてるので、まあ2キル分ぐらいですね。前回ちょっと言いそびれた感はありますが、さあしっかりとデワードしていく。でここであんまりむやみに入っていくとベイガーに殺されちゃうぞといったところで、さあここミッドに仕掛けると思いきや、ここでタワーを取っていくと、まあタワー取れそうだったのでオブジェクト優先していったところで、さあここで殴り合う。こっちもウルト発動、殴る殴る殴る。これモードが回復モードに、ヘルスが減ったらさすがに回復モードにした方が良さそうですね。この感じと、そして今のフラッシュはいらなかったのではないかという意見も見られますが、まあワンキル取って、まあ、こっちのはパッシブが落ちただけなのでワースというか全然プラスでしょう。そしてまたファーム、もうこういう場面ばっかりですね。なさすばりにファームしてます。バンバンと、さあいつの間にかベイン差がついてますね。ボットでよく見たら CS もなんか70近く、 75? いや70ぐらいですね。ちょうど差がついていて、まあ、キルもね4キル持ってるんで、これはうちのベインがキャリーをしてくれそうですね。僕がキャリーする試合ではないかもしれません、もしかしたら。さあ家からなぜこんなところが映されてるかというと、ミッドで当たりそうになっていますね。そして私には TP があるということは、やはり、しかし相手はしっかりと警戒ピンを出している。ったところで何もできない。そして前線に立つべきオフタンクなのではないでしょうか。あなたはなぜそんなに後ろに陣取っているのでしょうか。理解ができません。私多分僕が突っ込めばみんなもついてきてくれるので、僕は突っ込んでいくし、さあここジャンナのヘルスがミリなので行くべきではなかったですね。人数差がついてしまっているの で4対3ぐらいの当たり方ですもんね。正直さあここでパッシブを発動するも追いダブルみたいな感じでベイガーがどんどん下がっていくと、ベガ反ってますね。8-1-1 で CS もいい感じで取ってるので、もう多分マジックアタックがとんでもないことに、マジックアタック、うん、AP が、いやベガ楽しいですよね。最近僕もサポートでトロールしたりしてます。ミッドタワー守れるのかこれ。あーでもブレイブスのブレイブ処理がすごいし、ベインが強い。さあここでゾニアを使うも、ただそいつの火力がすごいぞ。 W がとんでもないヘルス削っていくが、こっちもとんでもない。ベインさんがどんどんキャリーをしていきます。何か9キル3です、ミアシスト。そしてカニ管理を怠らないところがアダに出たかエズリアルにいじめられます。猫ババエズリアルサポート久しぶりに見ましたね。また特攻していきますこれを言うのももう4回目ぐらいでしょうか、この短い動画の間に。トップで当たり気味になるが、もうレベル差も相当ついているので、いやいや私とのアンドラに避けています。あれレベル差ついてなかった今、ついてない。
いつの間にスローしてしまったようです。私はもっとガンガン敵のジャングル勝ったりしなきゃと思ったな。さあミッドで当たりそうですね。ここで相手のフォーカスがだいぶね下の方に寄ってたので、ここは相手のキャリーのベガーに踏みつく踏みつく、そしてジャンナがキルを取っていく。そしてフラッシュインからの自分の E を追い越してどんどん切っていく。そして素晴らしいツイステッドフェイトのウルトからの私もキルをいただいていくと、ウルト素晴らしかったですね。そしてこのまま僕がそのサステインがあるのでバロンを受け切れるという判断でベインがいなくても取れるやろと。あ、ここ見ていただきたいんですけど全然ヘルスが出ない。減ってますね減ってますけど、まあシールドアイロンとかガチできたのではないでしょうか。でトップをしてリコールかな。ここなんですけど多分グレイブス僕のために見守りしてくれてるんですよね。ここ見守り兼カウンタージャンガーみたいな。なぜそういうかというとこのその位置ですよね。やっぱその位置で、ね、相手のブルーバフの物資で待機してたのでもしかしたら当たるかもしれないぐらいの感覚で待っていてくれたのかもしれません。そしてカットからの早速エゼリアルが退場雑なカットが入ってしまいました。相手のサポートをキャッチアップできたということですね。で人数差がついているのでかつバロンバフもあるのでこのままミッタワーを支持していきましょう。 E を避けて Q が痛い、そして打ち上げが誰にも当たらない、そして追い削るもうふんだり蹴ったりですね。そしてベイガーがとんでもないですね。このままどうする。いや俺はトップを押すという意思を見せつけつつあっちで当たり気味になるんですよね。でどうせ上がっても勝てるやろぐらいの感覚でここTP 持ってたんですよ僕知らへんよって言いながら突破してたんですけどいつの間にか味方がボコボコにされてここ申し訳なかったですね。でも味方からの猛烈ピンが出てます。これはプリメイ相手からの、ね、そうここは甘えたエズリアルはね刈り取っていきましょう。しっかりと王権のパッシブじゃなくてアクティブも使って刈り切ると。素晴らしい。もう見せ場はこれで終わったのではないでしょうかベインここ行ってもよかったのかな。もしかしてパッシブもあるし、まあでもベイがいるからなんか未来が見えるな。ここは謙虚になってよかったですねはい、もう変わらず特攻している。それしかやることはないのかときっとないんでしょうね。そんなうろうろしてもやることないんですよね。ここも謎な動きをした気がします。ベイガーがここにファームチーに来るので刈り取ったろうみたいな感じで眺めてたんですけど、じゃあ鼻が詰まってきました。寒いんでねすぐ鼻がここちょっとよくわかんないですね。何がしたかったんでしょうか。そう、いつの間にかこっちがクラウドドレイク3つ、クラウドじゃないマウンテンドレイク3つなのでもうオブジェクトを取るスピードがとんでもないですね。 30% ぐらいの確定ダメージがオブジェクトに入るので、さあここどうする。逃げる、賢明な判断。しかし味方が当たっているぞ。本当か、本当に当たってるのか。当たってますね。そしてしっかりとジャバフを落としていく。そして僕だけ敵の中枢で死ぬと何がしたかったんでしょう。そしてフルヘルスからのウルトでだいぶ持ってかれましたね。そしてこの細道なので、奥の細道なのでちょっとねイラ追いのウルトがいい感じに決まってきてしまいまして、いい引っかかってベイガーにどんどんキルが入っていく。相手はベイガーに全ての希望を託してますね。ただ意外とエズリアルもキル持ってるな。困ったと思います。さあうちのベインが素晴らしいキャリーのキャリーたるゆえんみたいな動きしてましたね。あのヘルスから勝つか、もうとんでもないですね火力が。
相手は逆にラストウィスパーとねエクスキューショナーなんか俺対策を優先してるので火力に差が生まれているといったところでしょうか。いつの間にかビサージファントムダンサークローノも完成してました。全然ビルドのあれをしてなかった。まあ、順番としては王剣クローノかファントムダンサー、うん、クローノかファントムダンサーその後ボードでいいと思います。あクローノかファントムダンサーどっちにしろどっちも積んだ方がいいと思います。これで浮いた敵を勝ってこれ確か GG じゃないか。今キャッチアップの解説全然できていなかったひどいですね今回は。はあ、こういったところで我々の勝利と、まあベインサーですねこれは。トップ差なんてあってないようなものだったので、じゃあ戦績のコーナーですね。まあ、ダメージが相手のエズリアルが一番出してる。どういうことだ。まあ、ファーストブラッド僕がもらったので、まあファーストブラッドが本当に大事なキャラなのでファーストブラッドをしっかり取っていきましょう。そのレベル2になった瞬間、レベル2先行からの Q インで W を紫の方にして殴りまくると、でフラッシュを切っても相手を殺すじゃないとレーンの優位は取れないでしょう。特に今回イラオイだったのでレーン強者だったので、あーちょっとこれ尺が足りてないですね。まあでもレーン強者みたいなねやつに対しては本当にレベル2で取っていって、その後のレーンのねアドバンテージというかイニシアチブをこっちが握っていく感じで連戦を進めればいいと思いますちょっと今回グダグダになってしまいましたが、この辺にしておきましょう。それではご視聴ありがとうございました。